はい、格闘タクヌイスゾウの雑白です。今回はザ・マッチ2022黒田斗真 VS 風根戦勝敗予想です。黒田斗真選手は大阪府出身、21歳、165cm、53kg、サウスパーの K1 王者です。8勝2敗、典型的なサウスポーファイターで、前足前手を上げ、ここで防御し、左ストレートを常に狙うスナイパータイプで、左ストレート、左ミドル、膝を突き刺す、どちらかというと遠い距離のファイターです。風根選手は京都出身、23歳、165cm、53kg、オーソドックスの16勝6敗の選手で、いわゆる前に出てパンチをひたすら打つ無尽蔵のスタミナの選手で、打たれ強い選手でもあります。打たれ強さとスタミナで手数を増やし、判定でギリギリものにするようなファイターです。よくおしゃべりクソ野郎工事の強い版と言いますが、そうではありません。おしゃべりクソ野郎はただ単に頭を出して殴ってるだけですが、風根選手はしっかりとフェイントを入れ、左右に体を揺らし、的を絞らせないようにして、しっかりと圧力をかけていく選手で、ただただ前に行くクソとは違います。そして黒田斗真選手は距離を取って自分の距離になったところで狙い撃つ選手で、いわゆるインファイトの中に入ってくる選手を苦手とします。今回相性的には風根選手の方が上ですし、前評判ではやはり天心選手といい勝負をした、そしてあの激強志郎選手に勝ったということで風根選手が勝つと思われていると思うんですが、ただ志郎選手の戦いは志郎選手は両拳を負傷してたというのと、正直判定で勝ちましたが、どっちでもいい勝負、僕は志郎選手が勝ってたんじゃないかなぐらいの勝負だったので、そこまで激痛なわけではありません。そして黒田斗真選手は以前新見選手という同じようなゴリゴリ前に来るファイターに負けています。そこで反省し、攻略方法を身につけていると思いますので、今回はいわゆる KO できない風根選手と KO できる黒田選手という一面もあるので、希望で黒田選手、実際も黒田選手が勝つと予想します。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ他にも勝敗予想をしていますので、ご覧ください。それではさよなら。